すいません、お待たせしました。私が紅茶とお茶菓子をみんなの前にそれぞれ出すと、婚約者が私をまじまじと見ている。すると義妹は嫉妬したのか、私のことをけなしながら紹介した。ああ、アキラさんも珍しいと思うでしょ。この人、うちの家政婦なの。おばさんなんだけど、まあとりあえず使ってあげてるのよ。夫はもう限界だったようで、立ち上がろうとしていた。すると義妹の婚約者が義妹の方を驚いた様子で見た。は、家政婦、何を言ってるんだい。え、婚約者がそのように言ったので、義妹はきょとんとしていた。まさか知らないのか、この人は。私の名前はのぞみ、38歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して10年になる。彼とは大学時代の同級生で、社会人になって少し経ってから付き合い始め、28歳の時に結婚した。それからはずっと幸せな日々を送っている。私たちは本当に相性が良くて、喧嘩もほとんどしたことがなくラブラブだ。共働きだが夫も家事を積極的にやってくれて、お互いを支え合いながら暮らしていた。そんな中、私たちは結婚生活を続けて7年が経った頃に、義実家に移り住んで同居をし始めた。義実家に移り住んだ理由は、義母が足腰を悪くしてしまい、介護が必要になってしまったから。高齢の義父だけに家事と介護を一人で全部やらせるのは大変だろうと、私たちは義両親のために同居することにしたのだ。義両親もとてもいい人たちで、私たちが同居をしたことをとても感謝してくれた。よく聞く嫁いびりなんてものは一切なくて、私たちはずっと家族仲良く過ごしていた。義父も家事ができる人だったので、平日の日中だけは家事と介護を義父に任せ、平日の夜と土日は私と夫で分担した。毎日そうやってみんなで支え合いながら生活をしていたので、介護は何も苦ではなくて、むしろ賑やかで楽しい日々が続いていたほどだ。気づけば義実家での同居生活も3年が経った。私たちは結婚10周年のお祝いを義両親にお祝いしてもらった。義母のことを考えて、お祝いは義実家で行った。ちょっと高級なお寿司を出前で取って、お酒を買ってささやかな宴会を楽しんだ。義父は私たちに、結婚10周年おめでとう、そしていつも本当にありがとうと言って、私と夫の名前が入ったグラスをプレゼントしてくれた。しかも高級ブランドのもので、私たちはこんな高いものをいただいて恐縮してしまった。二人が来てくれて本当に頼もしいし助かっているよ。本当にありがとね。私がこんな状態になってしまった時はどうしようかと思ってたのよ。義両親は何度も私と夫に感謝の意を述べてくれた。何言ってるんだよ。家族が困っている時は助け合うのが基本だろ。そうですよ。これからも遠慮せずに私たちを頼ってくださいよ。こんな風に私たちは本当にとてもいい雰囲気で日常を過ごしていた。ずっとこのまま幸せな時間が続くとそう思っていた。しかし、そんな中、義母が足腰が悪いだけでなく、腎臓が悪いことも検査で分かった。そのため義母は入院することになったのだ。これには義父はもちろんのこと、私も夫も落ち込んだ。義母は優しくて面白い人だったから、もう少し家で一緒に暮らしたかった。私は夫と一緒に仕事帰りに毎日義母のお見舞いに行った。義母は家で過ごせないことが少し寂しいようだが、私たちがお見舞いに行くととても嬉しそうだった。そしてその度に面白い話をしてくれて私たちを笑わせてくれた。一回笑いすぎて、個室なのに看護婦さんに注意されたこともあるくらいだ。義母の介護が必要なくなっても、私たちは義実家で義父との同居生活は続けていた。家に義父が一人っきりになるのはかわいそうだと思ったからだ。
今こそみんなで協力し合って入院している義母を支えなければいけない。お見舞いに行くときに明るく振る舞えるように、普段から前向きに楽しく生きないと。そうして私たちは今まで以上にコミュニケーションをとって、家族仲を深めていった。土日は3人で義母のお見舞いに行って、家族みんなで楽しい時間を過ごした。義母はたとえ病室でもみんなが揃っていることはとても嬉しそうだった。だがたまに、ゆかにも会いたいんだけどね。と寂しそうにつぶやくことがあった。その時にいつも夫と義父は悲しそうな複雑な表情を見せる。ゆかというのは夫の妹、つまり義舞だ。義舞は夫の10歳下で、現在は27歳。義両親にとってはかなり年を取ってからの子供なので、それはそれは可愛かったようだ。しかも義母はもちろん息子である夫のことも可愛がっていたが、ずっと娘が欲しかったようで、義舞が生まれた時は本当に嬉しくて溺愛するほどだったらしい。だが義母が溺愛しすぎて甘やかしすぎたこともあり、義舞はとてもわがままな子に育ってしまったそうだ。それで義父と夫はかなり手を焼いていて、義舞が家にいる頃は本当に大変だったんだとか。特に中学時代と高校時代はわがままで荒れるにだけ荒れていて、夫も心配で義両親を残して一人暮らしをすることができず、就職後も実家に残って義舞が義両親に危害を加えないように見張っていたそうだ。だから私との結婚も義舞が高校を卒業して家を出た時に合わせたのだ。私はそういうふうに手のかかる妹がいることは夫から聞いていたが、会ったことはなかった。一応結婚の時に夫が連絡は入れたらしいが、興味がないから会わないし結婚式も行かないと言われて、私は結局会えなかったのだ。義舞は家を出てから一度も義実家には帰ってきていない。義父と夫は、現在義母が入院していることも、一応はメッセージやメールで送っているらしいのだが、返事は来ないそうだ。そしてそれから半年ほどが経ったのだが、義母の容態が急変してしまった。今夜が峠と言われ、私たちはずっと義母のそばにいた。義母は私に、ありがとう。介護をしてくれて、とお礼を言った。また義父と夫に家族としての感謝を述べた後、ゆかのことを私が甘やかした結果、あんなことになってしまって本当にごめんなさい、と謝った。そして義母は安らかに息を引き取った。私たちは義母の死をとても悲しんだ。義実家であんなに楽しい時間を過ごせたのは、間違いなく義母のおかげだ。そんな風に明るくて面白い義母が亡くなるなんて。涙が流れ出て止まらなかったが、いつまでも泣いてはいられない。私たちは葬儀の準備をし、翌日にはお通夜、翌々日には葬儀を行った。義母の葬儀にはたくさんの人が参列してくれて、義母がとても愛されていたということを実感した。だが義舞は姿を現さなかった。しかし義母の葬儀を終えて少し経った頃、義舞はいきなり義実家にやってきた。夫と義父は驚きながらも怒っていた。今さらやってきてどういうつもりだ。母さんはずっとお前のことを待ってたんだぞ。夫と義父がそのように義舞を責める。だが義舞は悪びれた様子もなく、まあまあ別にいいじゃんと流した。これには初対面の私もびっくりしてしまった。すると義舞は私のことを見て驚きの発言をしだした。あれ、お父さん家政婦雇ったの？お母さんが亡くなって家事ができないからって贅沢してるね。私はポカンとしてしまった。家政婦、どうしてそんなことを言われなければいけないのか。義舞がそう言うとすぐに夫が怒った。彼女は俺の妻の望みだよ。結婚したことは報告してるだろ。ああ、そうなんだ。随分とおばさんだから家政婦かと思っちゃった。
のっけからひどい言葉を連発する義妹。いい加減にしろ。のぞみさんは家政婦なんかじゃない。それより何しに来たんだ。義父がそう言うと義妹は出戻ってきただけよと言った。これには義父と夫は絶句。お前、今まで10年間も帰ってこなかったくせに何を言ってるんだ。別にいいじゃない、家族なんだから。義妹はそう言ってずかずかと家に上がり込む。あ、家政婦さん、その荷物持って、あと紅茶とお菓子用意して。お前、だからのぞみさんは家政婦じゃ。はいはい、分かったから、とりあえず休ませて。義妹は義父が怒っても気にも留めずに居間のソファーにドカッと座った。本当にこのまま居座るつもりなのだろうか。すると夫がソファーまで行き、義妹の前に立った。お前の部屋はないから帰れ。どこに住んでいるか知らんが。夫はとても怖い顔をしていた。今まで私はこんな怖い夫を見たことがない。すると義妹は、結婚するのよと言った。またしても義父と夫は驚いた。結婚。婚約者がどうしても私の家族に挨拶をしたいと言ったから、こうして来たくもないのに来たのよ。なんと義妹は結婚の報告のために義実家を訪ねたとのこと。わがままに勝手にやってきたわけではないことを知り、夫も義父も少し落ち着いた。それでお相手はどんな人なんだ。義父が聞くと、義妹は待ってましたと言わんばかりに嬉しそうに話し始めた。実はね、会社の社長さんなのよ。私が働いているお店によく来てくれてて、私に惚れたみたいなの。義妹はキャバクラで働いていて、そこで婚約者の男性と出会ったそうだ。義父と夫はいろいろと言いたいことはあったようだが、とりあえずは義妹がちゃんとした人と結婚するので安心したようだ。すると義妹は、婚約者が来るのは来週の土曜日だから今日から泊まるからと言った。義父と夫は怒ったが、義妹の家はこの辺の地域ではないらしく、一旦帰ると交通費が高いそうで、仕方なく承諾した。だが私たちは義妹を止めたことをすぐに後悔した。家政婦さん、早くご飯作って。家政婦さん、お茶入れてくれる？義妹は毎日のように私を家政婦呼ばわりして、こき使おうとしてきたのだ。義父と夫はその都度義妹を怒って疲れていた。そしてようやく1週間が過ぎて、婚約者がやってきた。はじめまして、山田明と言います。婚約者の男性はちゃんとしていそうで、義父と夫もほっとしていた。私たちが挨拶を済ませると、義妹が、のぞみさん早くお茶を入れてきてよと私に命令した。夫が義妹に怒りそうになったが、婚約者の前で声を荒げさせてはいけないと思い、私は夫を手で制し、すぐに台所へと向かった。その時に義妹の婚約者が目を丸くしながら私のことを見ていたのがちらっと見えたが、私は気にせずにお茶菓子の準備を進めた。義妹は嬉しそうに婚約者に義父と夫を紹介している。だが次に発した言葉に私たちは固まってしまった。お母さんはついこの間亡くなってしまってね。私が介護をして葬儀にも参列したんだけど、私のことを本当に可愛がってくれて、本当に大好きだったの。よくもまあそんな嘘がつけるものだ。夫が拳を握りしめているのが見えたが、必死で我慢をしているようだ。私は場の空気を変えるために急いでお茶菓子を用意してみんなのもとへ向かった。すいません、お待たせしました。私が紅茶とお茶菓子をみんなの前にそれぞれ出すと、婚約者が私をまじまじと見ている。すると義妹は嫉妬したのか、私のことをけなしながら紹介した。ああ、アキラさんも珍しいと思うでしょ。この人、うちの家政婦なの。おばさんなんだけど、まあとりあえず使ってあげてるのよ。
夫はもう限界だったようで立ち上がろうとしていた。すると義妹の婚約者が義妹の方を驚いた様子で見た。は、家政婦、何を言ってるんだい。え、婚約者がそのように言ったので義妹はキョトンとしていた。まさか知らないのか、この人は今人気の化粧品を開発している会社の社長さんだぞ。え、俺はできれば今後メンズの化粧品の製品を作りたいと思っていて、近々営業をかけようと思っていたところだったんだぞ。そんなこの女が社長。義妹は唖然とした様子で私を見ていた。そう、私は実は化粧品会社の社長だ。昔から肌荒れがひどかったことからスキンケアに興味を持ち、それから化粧品会社に就職し、就職してから5年後に自分の会社を立ち上げたのだ。今ではそれなりに人気商品があり、若者を中心に売り上げも上々だ。私もその化粧品使ってるわ。義妹はまさかバカにしていた私が社長だとは知らずに呆然としていた。婚約者さんはそんな義妹を見てこう言った。さっきの君にはまるで知性も優しさも感じられなかったのだが、本当に家族を大事にしていたの。大学も有名私立大学を出ていて、日中は会社員をしていて、奨学金の返済のために夜の仕事をしているって言ってたよね。私たちは呆れてしまった。どうやら婚約者さんのことを騙していたようだ。夫は握っていた拳を開いて淡々と説明した。残念ながらこいつは高校を卒業して家を飛び出し、10年間一度も帰ってこないようなやつですよ。え、夫の言葉に婚約者さんが目を見開く。ちょっとお兄ちゃん、いきなり何を言うの。アキラさん、この人の言うことなんて真に受けなくてよいから。一旦君は黙っていてくれないか。婚約者さんがピシャリと言ったので義妹は押し黙った。お兄さん、お願いします。夫はこくりとうなずき、これまでの義妹の家での振る舞いやたくさん愛情を注いでくれた義母に何の恩返しもしていなかったことなどすべて話した。婚約者さんは黙ってすべてを聞き、そして立ち上がった。今日はありがとうございました。そしてわざわざお時間を割いていただいたのに申し訳ありません。ゆかさんとの結婚はやめさせてもらいます。婚約者さんがそう言うと、夫と義父はその方がいいと思いますと賛同した。義妹は慌てて婚約者にすがったが、婚約者さんは無視をして私たちに頭を下げて家を出て行った。あんたたちのせいよ、どうして私の邪魔をするの。残された義妹はそのように吠えた。だがもう義父と夫も遠慮はしなかった。お前の自業自得だろう。むしろ嘘をついて結婚して結婚詐欺で訴えられなかっただけありがたいと思え。義妹はその後もわーギャー泣き叫んでいたが、夫は義妹の荷物を持つと家の外に投げ捨てた。何するのよ。お前はもう俺たちの家族でも何でもない。これ以上俺たちに迷惑をかけるな。早くここから出て行け。夫がものすごい勢いで怒ったので義妹もひるんで逃げるように出て行った。その後、夫と義父はもうあいつが帰ってこれないようにこの家を出ようと言った。そしてとりあえず賃貸マンションを借り、義実家は売りに出した。立地が良かったことからすぐに売れて、そのお金で私たちはちょっと高めの良いマンションを購入。広くて快適でバリアフリーにもなっているから、義父の体が不自由になっても問題ない。ちなみに義妹の元婚約者さんはあれから正式に私の会社に取引をお願いしてきたので、ちゃんとお仕事として私も彼と向き合い取引を結んだ。お互いにいい取引ができたと思う。また義妹はあれから懲りずにまた義実家があった場所に突撃していたようで、
鍵が変えられていることに腹を立てて窓ガラスを割って侵入。だがそこにはすでに別の家族が住んでいて、義妹は通報されて逮捕された。過去に万引きで捕まった経歴があるから、現在は刑務所にいるそうだ。まあ自業自得だし、私たちにはもう関係のないことだ。私たちはこれからも家族3人で仲良く幸せに暮らしていこうと思う。本当にどうしようもない義妹ですね。まあ最終的に自滅をしましたが、それにしても主さんと夫さんと義父さんは強い絆で結ばれていて素敵な関係ですね。これからも3人で幸せに過ごしてくださいね。っていうか、お母さんも大概ですよね。娘の問題に介入してくるって。いい年した娘の問題に首を突っ込むとか、子離れできてないですよね。舞、帰りましょう。図星だ図星。俺に何も言い返せなくて悔しいですか。娘婿はニタニタしながら私を見ている。あのね、感情というものはね、同等もしくは優れた人からアクションを起こされた時に芽生えるものなのよ。私はね、道端に落ちている石ころに感情が揺れることはないの。私は望み、夫が数年前に病気が原因で他界してからというもの、一人暮らしをしている。娘の舞は社会人となり家を出て、去年娘婿の雅人君と結婚をした。まだまだ新婚だし仲良く暮らしているのかと思えば、あまり夫婦仲は良くないようだ。二人が揉めている原因は二人の新居にあるのだ。二人は結婚当初マンションを購入して住むという話になっていたのだが、いざ契約となった時に娘婿のローン申請が通らず娘が契約することになった。そして現在は娘名義のマンションで二人は暮らしている。二人はローンを折半して支払っていくと話していたが、娘婿はなんだかんだと理由をつけて折半分を払わない。娘は愚痴をこぼしていたが、本来相手のローンが通らなかった時点でマンションの契約はするべきではなかったと思う。もちろんその事実を明かされた時、私は娘に忠告したのだが、娘は聞き入れなかった。どうしてもこのマンションで暮らしたいと譲らなかったのだ。その結果が今だ。そもそもおかしな話ではないのか。娘婿は大手企業に勤めていて、勤続年数はもうすぐ10年だと聞いている。それなのに3000万円のローンが組めないとはおかしな話だ。娘には口が裂けても言えないが、私は娘婿が苦手だ。それはもう初見からヘラヘラとしていてつかみどころがない。話していてもどこか人を見下すような物言いをする。あまり印象は良くないが、娘の選んだ人だ。だから娘の思いを尊重するべきだと思った。雅人君さ、最近仕事が忙しいみたいなんだよね。仕事帰りに夕食を食べに来た娘は早速娘婿の愚痴をこぼすのだ。それなのにさ、ローンの半分を払えないっておかしいよね。残業手当だってつくはずだよね。なんかさ、不公平だよね。あんたは全く人の忠告を聞かないからそんなことになるんでしょう。そうだけどさ、でも雅人君結構いい給与もらえてるって言ってたんだよ。それなのにローン半分払えないとかさ、嘘つかれたのかな。嘘つかれたのかな、じゃない、嘘をつかれているのだ。だって彼はローンの折半分を払うと言ったことを守っていないのだから、すでに嘘をついていることになる。あなた、雅人君とずっと夫婦を続けていくつもりなんでしょう。まあね。だったらもうそこは諦めなさい。え？一人で払っていけない額じゃないんでしょ？そうだけど、約束って守られないならする意味ないじゃん。約束を守る人だったら最初からお金をきちんと払ってるわよ。
娘は納得がいかないといった様子だが、反論の余地がないのだろう。口を尖らせたまま黙り込んでいる。マサト君ってさ、口だけのところがあるんだよね。出張行ってさ、その帰りにブラブラしてたら、可愛いネックレスを見つけたんだって。私に買ってあげたいって思ったんだけど、気に入るかどうかわからなかったから買ってこなかったとか言うんだよね。でさ、問題はその後だよね。本当に買ってあげたいって思ってたら今度見に行こうとか言わない？出張ってどこに行ったのよ？銀座。あら、近いわね。でしょ。なのにさ、言わないんだよ。ほんと口だけなんだよね。ちょっとあんたたち、大丈夫なの？これはうまくいかない典型ではないのか。内容は何にせよ不満がたまることが問題だ。そもそも二人は結婚相談所で出会っている。だから経歴や家族構成などといったことはあらかじめ手にすることができる。しかし、こういった内面というのは、出会ってすぐにはわからないこともあるだろう。二人は出会って半年で結婚をしている。もう少し時間をかけるべきだという話はしたが、娘は彼に惚れ込んでいたことと結婚への焦りから、すぐに結婚を決めてしまった。そして結婚生活序盤から愚痴愚痴と不満を漏らしている。娘には幸せになってもらいたいが、私には二人の未来が見えないのだ。そんなに不満に思うなら、不満を解消したらいいじゃない。例えば、マンション、売ったら。は。そうすれば一つの問題は解決するじゃない。絶対嫌。じゃあ、マサト君に半分払わせることは諦めなさい。そうだけどさ。結局娘も娘で自分の思い通りに彼を動かしたいのだろう。確かに娘婿は不甲斐ない。約束はきちんと守るべきだ。しかしそういう相手と婚姻関係を続けていくなら、それは娘が妥協するしかないのだ。娘は自分の思い通りにいかない結婚に不満たらたらだ。娘に見る目がなかったことも大きな原因ではあるが、確かに約束は守るべきだと思う。娘は自分の思いと目の前の不条理にストレスをため込んでいるのだろう。そして今日も釈然としないまま、娘はそのマンションへと戻っていくのだ。そんな娘を見ているのはつらい。なんとかしてあげたいとは思うが、親がぐいぐい夫婦の話題に口を出すのも考えものだ。私は見守るスタンスをとっている。そんな時、娘婿が我が家を訪ねてきたのだ。その隣に娘はいない。あら、マサト君一人？はい。今日はお母さんにお願いがあって。娘婿はテーブルにつくなり切り出した。お母さん、お金を貸していただけませんか？え、なぜ？ローンの支払いが厳しくて。え？あ、マンションのローンです。月々30万返済してて、ボーナス月はプラス15万なんですよ。僕が一人で負担しているのでちょっと厳しくて。でも舞ちゃんには迷惑をかけたくないから。あら、そう。恥を忍んでのお願いです。100万円ほど貸してもらえませんか？さすがに100万円の現金は手元にないわね。振り込みで大丈夫です。わかったわ。前向きに検討しましょう。ありがとうございます。彼は丁寧に振り込み先を書いたメモを置いていった。さて、どうしたものか。娘婿の頭がぶっ飛んでいることを確認することができた。彼は息を吐くように嘘をつく人物だ。そして頭のネジも何百本と足りないようだ。娘が私に全てを話しているとは考えられない頭の持ち主だった。私が娘に話すとは思わないのか。しかも娘に迷惑はかけなくとも、
娘の親である私が迷惑を被ることに考えが及ばない。まあ、ともかく娘婿がおかしな人物であることは理解した。しかし一つ気になることがある。これは娘と話していても思ったことだが、大手企業に勤めていながらローンの申請が通らない。ローンの折半分も払わない。こともあろうか私にお金を借りに来る。彼は十分な給与をもらっているはずだ。これまでのことを考えると釈然としないのだ。もう、娘たちの行き着く先は見えている。だから私は娘に伝える前に彼の身辺調査をすることにした。その結果はやはりと言うべきか、彼は娘を裏切っていた。私はその結果に心底腹が立ったが、ここは落ち着いて行動するべきだ。そしてその日の夜、私は娘を呼び出した。回りくどいことはしたくない。私は調査報告書を娘に手渡した。何これ、マサト君。浮気してたってこと？しかも、結婚前から。この子、見たことある。私の前に相談所から紹介された人だよ。娘の手は震えていた。受ける。この子に貢いでたからお金なかったんだ。なるほどね。私、あの人の ATM だったんだね。今後のことはきちんと考えなさい。いや、もう考える必要もないわ。離婚するから、お母さん、見届けてもらってもいい？もちろんいいわよ。娘は私を連れてマンションへ戻った。そして帰宅した娘婿は私がいることにキョトンとしている。あれ？お母さんどうしたんですか？私が呼んだの。私たちの結末を見届けてもらうためにね。は？私、あなたと離婚する。いきなり何？結婚したばっかりで笑えない冗談なんだけど。笑えないでしょ。離婚なんだから。マジで言ってんの？だったら俺の両親も呼ぶべきだろ。こんなの俺の味方いないじゃん。あら、呼んでもいいなら喜んで呼ぶけど、じゃあ呼ぼっか。娘は彼の素行報告書をテーブルに広げた。すると娘婿の顔色はみるみる青ざめていった。あんたの不貞、お父さんたち知ったらどう思うだろうね。まあ、今から呼ぶわ。ちょっと待て。いい、呼ばなくていい。なんか勘違いしてない？俺は浮気なんてしてないよ。これは捏造だよ。誰かが俺を貶めようとしたんじゃないかな。そんなこと誰がすんの？お母さんだよ。娘婿の震える手は私を指さしている。お母さん、あれでしょ。俺が金借りに行ったことが気に食わなかったんですよね。でも、こんなことするなんてひどいな。貸せないなら貸せないって言ってくれれば、僕だって無理強いはしないですよ。何をバカなことを。自ら自分の醜態を露呈させている。は、お金借りるって何の話？娘婿ははっと口元を押さえている。いや、ほら、ローンとかさ、いろいろ大変だろ。だから少しでも足しにしようと。は、あんた、一銭も払ってないのに何言ってんの？そんなこと、お母さんの前で言うことないだろ。俺に恥かかせんなよな。恥って何？ああ、全部私に払わせてること恥ずかしいって思うことなんだ。そうだよね、情けないわ。まあもう離婚するから関係ないけどね。娘婿は自分の立場も忘れきれている。お前、本当に俺と離婚していいんだな？うん、あんたと切れればせいせいする。俺はお前みたいな低学歴な人間でも結婚してやったんだぞ。は、お前、短大卒だろ。俺は超有名私大卒だ。だから、
そんな優秀な人材とはもう出会えないだろう。小さい男ね。お前、大学卒業して何年経ってると思ってんだよ。お前の功績ってそれだけ。中身のない人間ほど学歴にこだわるんだよね。娘婿の顔は真っ赤になり、目は血走っている。痛いところを突かれたのだろう。もういい。お前とは離婚だ。低学歴なやつは俺の人生に必要ない。俺はな、今彼女の父親のつてで投資をしてるんだ。彼女は資産家のお嬢さんなんだ。俺が大金持ちになったらマンションの金も全部払ってやろうと思ってたのに残念だな。はいはい、口だけ番長。もうそういうのもうんざりだから。今すぐ出てけ。うん、言われなくても出てく。じゃあお母さんありがとう、行こっか。っていうかお母さんも大概ですよね。娘の問題に介入してくるって。いい年した娘の問題に首を突っ込むとか、子離れできてないですよね。舞、帰りましょう。図星だ図星。俺に何も言い返せなくて悔しいですか。娘婿はニタニタしながら私を見ている。あのね、感情というものはね、同等もしくは優れた人からアクションを起こされた時に芽生えるものなのよ。私はね、道端に落ちている石ころに感情が揺れることはないの。そうね、踏んだことにすら気がつかないかもしれないわね。じゃあね、石ころさん。俺は石ころなんかじゃない。娘婿は顔を真っ赤にして怒鳴り散らしていたが、私たちはそんな彼を置いてマンションを出た。お母さん、ありがとう。あんた、反省しなさいよ。石ころにつまずいたのは紛れもなくあなたなんだからね。はい、ちょっと結婚に焦ってたわ。これからはちゃんと周りの意見にも耳を傾ける。それがいいと思うわ。その後、娘婿は石ころ扱いされたことがよほど気に食わなかったのか、浮気相手に請求した慰謝料も合わせて支払い、娘たちの離婚は成立した。そして元娘婿が慌て出したのは数週間後のことだ。娘のスマホにひっきりなしに電話がかかってきている。娘は仕方がないと電話を取った。久しぶり。元気。用件は？ポストに入ってた弁護士からの書類のことなんだけど。ああ、はいはい。ちゃんと期日までに出てってね。ちょっと待ってよ。俺、このマンションなくなったらどこに住めばいいの？さあ。私には関係のないことだから。娘は弁護士を通じて元娘婿にマンションから退去する旨を通達していた。あのさ、俺たちちょっとした行き違いがあっただけだと思うんだよね。だから舞、帰っておいでよ。退去したら弁護士に連絡してね。ちょっと待って、本当に困るんだ俺今。お金なくて。あんたいつもお金ないだろ。違うんだよ、今本当に困ってて、その投資がうまくいかなくてさ、彼女とも連絡がつかなくなっちゃったし、本当にお金がないんだ。へえ、あんた騙されたんだね。ウケる。金持ちになるんじゃなかったっけ。だいたいさ、素人が投資なんてうまくいくわけないじゃん。あんたは騙されたんだよ。残念だね。早く出てってね。そのマンションは売りに出すから。本当にちょっと待ってよ、俺マジでヤバいんだってば。そっか、今苦しい状態なんだね。舞、うん、俺今苦しいよ。ありがとう。舞なら絶対に分かってくれると思ってたよ。今日にでも戻ってきてくれる。そんなわけないだろ。最後にあんたの悲惨な状況を知ることができてせいせいしたわ。え？これ以上そこに居座るなら
あんたの両親に連絡するわ。娘はそれだけ告げると電話を切った。その後、娘は彼の両親にすぐ連絡を入れ、彼らが元娘婿を実家へ連れ戻した。元娘婿は自分の両親が苦手だ。なぜならすごく厳しい人たちなんだよね。だから彼は実家に行くことを避けていたのだが、娘が事の真相をすべて話したことで今では実家で暮らし、がっちり給与を抑えられているという。娘のマンションはすぐに買い手がついたが、300万ほどの赤字だ。しかし元娘婿たちからの慰謝料額を加味すれば、プラス数百万といったところだ。いろいろと痛い思いはしたが、マイナスを出さなかっただけ良しとすべきだろう。あれから娘は私と一緒に暮らしている。離婚後の娘のメンタルが心配だったが、意外にも元気に仕事へ行っている。私が生きているうちに最高の伴侶を見つけてほしいものだ。アバタモエクボって言いますからね。きっと舞さんにはご主人が素敵な伴侶に見えていたのでしょう。結婚は勢いも大事と言いますが、焦りは禁物ですかね。今度こそ最高の伴侶に出会えるといいですね。お前が買った高級車は親にプレゼントすることにしたから。え、母さんも父さんもすごく喜んでるんだよ。ちょっと待ってよ。最初からお母さんたちにプレゼントするつもりで買ったの？ああ、そうだよ。もし逆らうなら離婚だ。え、離婚？その時私の中でせき止めていた何かが崩れた。いいわよ、離婚で。私の名前はのぞみ、37歳の会社員だ。夫のまさとと7歳になったばかりの娘のゆかと3人で暮らしている。私と夫は共働きなので生活には困っていないし、娘もすくすくと成長している。それなりに幸せな日々を過ごしているのだが、夫に対して不満がないわけではない。夫は自分の家庭よりも自分の実家の人たちを大事にするタイプだった。もちろん家族思いなのはいいことだ。しかし娘よりも自分の親のことを優先することが多々あったので、私としては面白くない。それは娘が生まれる時ですらそうだった。私が陣痛がつらいと言って仕事中の夫に連絡した。もうすぐ生まれそうなので病院に来てほしいとお願いしたのだ。すると、ごめん、今ちょうど母さんが指をやけどしたって連絡が来たから実家寄ってくるわ、と発言。まさか妻の出産よりも母親のやけどの心配をするなんてありえないと思った。しかも義母のやけどは、ただ火をかけていた鍋を素手で触ってしまってあちっとなっただけで、流水で冷やしたら何ともなかったらしい。そんなことで息子に連絡する義母も義母だし、慌てて駆けつける夫もどうかしてると思う。他にもこういったことはよくあった。娘の初めての誕生日があった日、それが義両親の旅行と重なってしまった。話では義両親から夫は車の運転を頼まれていたらしい。それで夫はまず義両親を車で送ることを優先。そして帰ってきて私と一緒に娘の誕生日を祝うこともせず、宿の部屋が追加1名行けたからと義両親とそのまま泊まっていってしまったのだ。娘の初めての誕生日よりも義両親との旅行を優先するなんてありえないと夫に対しての不信感を抱いた。その後もこういったことはしょっちゅうあったのだが、簡単には離婚に振り切ることができなかった。やっぱり夫のことがまだ好きだったし、こんなにあっさりと娘から父親を奪っていいものかと気後れしたからだ。それに夫は自分の親を優先するだけで、娘に無関心というわけでもなかった。だからいずれは娘のことを優先してくれると信じていたのだ。しかし娘が生まれてから今年まで、夫は私と一緒に娘の誕生日を祝ったことは一度もない。娘ももう7歳だが、
誕生日は二人だけで祝うものだと思い込んでいるようだ。私は娘に寂しい思いをさせないようにと、一度義両親も誘って娘の誕生日をお祝いをしようと思ったが、義両親はそちらに行くのはめんどくさいと断ってきた。確かに義実家からこの家に来るには車で2時間ほどかかる。だが夫はその距離を苦だと思わずにいつも義両親に会いに行っている。それなのにこっちに来るのがめんどくさいというのはわがまますぎる気がする。しかも義母に至っては本当に自分勝手で、私はそもそも男の子を産んでほしかったのよねと言ってきて、娘のことを全然可愛がってくれないのだ。私は長男を産んでと言ったのに、どうして私に逆らうのかしら。性別を選ぶことなんてできないし、そもそも男の子を産むことがそんなに大事だとは思わない。別に夫の家は名家というわけでもない。義母が単純に古い考えの人で男の子にこだわっているだけなのだ。夫が娘の誕生日を私たちと一緒に祝わないのは、義母の機嫌を伺っていることもあるだろう。夫は何よりも義両親が大切という感じで、特に義母の言うことには逆らえないようだ。夫に連れられて義実家での正月の親戚の集まりに行った時は、これでもかというほどいろいろと言われた。義母は私のことをいびるのが生きがいにもなっているようで、男の子を産まないことだけじゃなく、他のことにもイチャモンをつけてきた。のぞみさんったら、どうしてこうもテキパキと動けないのかね。ほら、お酒が空いた人がいるよ。さっさとお酌をしないか。ここは遊郭かってくらいに私は義母にこき使われたし、義母は親戚たちの前で私を散々バカにしてきた。本当に息子はこんなに立派なのに嫁がダメでね。仕事だって地味な事務処理入力の仕事だってさ、よくもカタカタやり続けて飽きないわよね。私の仕事は事務処理ではなくエンジニアだと何度も言っているのだが、義母は全く理解してくれない。それに事務処理だって立派な仕事だし、否定する意味もわからない。娘のことだって見えてるはずなのに無視をして、他の親戚の子たちにはお年玉をあげている。そしてそれを全く止めない夫にも腹が立つ。自分の娘が雑に扱われているのに、嫁がバカにされているのに、どうしてヘラヘラして義母の言うことに笑っているのか。しまいには本当に嫁は俺がいないとダメだからなと親戚の前で見えというかカッコつける始末だ。娘から父親を奪いたくないと思って我慢していても、だんだんと夫への愛が薄れていく。そんな中、ある日夫が珍しく私に頼み事をしてきた。実は買いたいものがあるんだよね。一体何？車なんだけど。え、車？私はびっくりした。夫は別に車とかに興味がある人ではなかったからだ。どうしたの？急に。いや、ちょっと気分を変えて新しくしようかなって思って。ほら、俺いつも実家に行くときに車を運転してるだろう。だから新しくしたいなって思って。私たちが住む場所はスーパーも近いし、私はそんなに運転をしない。車など興味がない私にとってはあまり関心がないことなのって夫に任せようと思った。まあ好きにすれば。あなたがメインに使っているわけだし。そう言われた夫は嬉しそうな顔をした後に、少し申し訳なさそうに話を続けてきた。あのさ、ここから本題なんだけど、車は俺が選ぶから支払いをのぞみにお願いしたいんだけど、いいかな？え、夫は自分用の車が欲しいが、自分で車を購入する余裕がないので、私に支払いをお願いしたいようだ。実際、私の給料で家の家計を支えており、夫の給料は期待していない。産休の時も、夫は自分の給料を家計に充てることはなかった。
だから私は産後すぐに仕事を再開した。と言ってもエンジニアなので、会社と相談して自宅でリモートで作業できるようにして、娘が小さい頃は子育てをしながら働いていた。自分の給料を自分のこと中心に使っている夫が、新車の支払いまで私に負担させるのはわがままだと思ったが、まあ夫の機嫌がいいと娘の相手をしてくれることが多いので、私は許可することにした。わかったわ、いいわよ。本当か。ありがとう。車の購入が決まった夫は、とても嬉しそうにカタログを見たりネットで調べていた。一応私はお金を払う立場なので、一言釘を刺しておいた。私たち3人しか乗らないんだから、別にそんなに大きな車でなくていいわよ。ああ、そうだな。私の言葉に夫は適当に相槌を打っていて、聞いてるのか聞いてないのかわからなかった。そして夫はちょくちょくカーショップに出向いてディーラーの人と話をしているらしい。それから2週間ほど経って、夫が車を購入すると言って私をお店へと連れて行った。ずっとウキウキしている夫。そして夫に言われるがままに一緒に席について待っていると、担当のディーラーがやってきた。ご購入ありがとうございます。こちらが車と契約書になります。そう言ってディーラーが用意した車を見て私は驚いた。なんとそれは大型の高級ミニバンだったのだ。え、ちょっと、これを購入するの？ああ、いいだろう。マジでテンション上がるよ。ちょっと待ってよ。全然私たちに必要ないと思うんだけど。将来のこと考えるとこれくらい大きい方がいいだろう。また子供が生まれるかもしれないしな。自分は悪くないと主張してくる夫だが、想像していた車とは全く違っていてびっくりした。だが仮にもう一人子供が生まれたとしても、4人家族には大きすぎる車だ。本気でこの車を買うの？私が何度もしつこく言うので、夫は不満そうな顔をした。なんだよ、しつこいな。ディーラーの方も困ってるだろう。任せるって言ったのはお前だろうが。そうだけど。じゃあいいだろう。これで決定な。夫はそう言って契約書にサインした。そしてディーラーの人が料金の説明を始める。私は額を聞いて驚いた。ちょっと、これは一括とかでは払えないわよ。ローンとか組んでよ。なんだよ、仕方ないな。夫は自分の名義での契約にこだわっていたので、ローンを組んで契約した。今後は夫の口座に私がお金を入れて車のローンの支払いを行うということになった。こうして車を購入した私たち。後日、希望通りの車が我が家にやってきた。おお、すごいな。めちゃくちゃかっこいい。車を見た夫は大はしゃぎしていた。まあ、夫が喜んでいるならいいか。そう思っていたのだが、このあと思いもよらない出来事が起きた。それは週末のある日のこと。夫が車の鍵を持っていたので、どこかに出かけるのかと思い声をかけた。あれ？どこ行くの？母さんたちのところだよ。ああ、そうなの。また娘を置いて義実家に遊びに行くのか。あの車に乗って行くんだね。すると夫は嬉しそうにまさかの発言をした。ああ、そうだよ。お前が買った高級車は親にプレゼントすることにしたから。え？何言ってるの？母さんも父さんもすごく喜んでるんだよ。もちろん遊びに行く際に俺も毎回乗るつもりだ。ちょっと待ってよ。最初からお母さんたちにプレゼントするつもりで買ったの？ああ、そうだよ。嘘でしょ。あなたが欲しいって言ったから購入を許可したのに。だからだよ。最初から親のために買うって言ったら絶対にお前は首を縦に振らないって思ったんだ。
当たり前よ。そこまで自分の親を優先にするなんておかしいわよ。何を言われてももう買ったんだからな。名義も俺だし、俺が好きなようにするんだ。もし逆らうなら離婚だ。え、離婚。その時、私の中でせき止めていた何かが崩れた。夫に対しては不満があったが、娘のことを考えて理性が歯止めをかけていた。そして夫も自分の親を優先しているとはいえ、私と娘という自分の家族のことも大事にしていると思っていた。だが夫は自分の親のためには私たちを簡単に切り捨ててもいいという発言をしたのだ。ありえない。逆らうなら離婚。どの口が言ってんのよ。困るのはそっちだって分からせてやるわ。いいわよ、離婚で。え？これ以上あなたに振り回されるのはごめんよ。さっさとママとパパの元にお帰りなさい。親離れできないお坊ちゃん。私はあえて挑発するような言い方をした。すると作戦通り、夫は顔を真っ赤にして怒り出した。はあ？お前、俺のことをバカにしてるだろ。上等だよ。それじゃあ今すぐ離婚しようじゃないか。離婚届取ってきてやるよ。夫は鼻息を荒くしながら役所へと行った。その隙に私は荷物をまとめ始めた。実家の両親にも電話して事情を説明し、迎えに来てもらうことに。娘にも荷物をまとめるように指示を出した。そうこうしているうちに夫が戻ってきた。持ってきたぞ。さっさとサインしろ。夫は役所で記入してきたようで、怒りからなのかものすごく濃い字でサインされていた。私は淡々と自分の箇所をサイン。じゃあこれは私が提出しておくから、さっさと行けば。言われなくても言ってくるよ。全く本当に最低な嫁だな。ドタドタと足音を大きくしながら出て行った夫。どうしてこんな人との結婚生活をここまで続けてしまったのだろうか。こんなことなら早く別れればよかった。だが後悔してもしょうがない。別れられたことに感謝して、これからはシングルマザーとして頑張っていこう。夫が出て行った後、数十分後に私の両親が来た。三人で手分けしたので荷物はすぐにまとめ終わり、親の車に積んでとりあえず実家に帰った。その間に離婚届も提出し、私は無事に夫との離婚が成立した。ただの紙切れだが、提出して公式に夫婦じゃなくなったと実感すると急に心が軽くなった。それから私は娘と二人で住むための部屋を探すことに。夫と離婚して一週間ほど経った頃、私の実家にあの時、夫が購入した高級車が止まっているのを発見。ちょうどスーパーで買い物をしてきた帰りだったのだが、なんでここに来てるのかとすごく嫌な気分になった。私が娘と一緒に実家の中に入ると、居間に元夫と元義両親の姿があった。母がこっちに気づいてきてくれて、娘を連れて別の部屋に行ってくれた。私が一人で居間に行くと、元夫が慌てた様子で私に話しかけた。おい、のぞみ。あの車の保険ってどうなってるんだ？激しく動揺した様子で質問してくる元夫。いきなり押しかけてきて何なの？そういうの困るんだけど。私が冷たく言うと元木両親が声を荒げた。私たちだってこんなとこに来たくないよ。どうにもならない事情があったから来たんじゃないか。なんで私が怒鳴られなければならないのか。声を荒げる元木両親に私の父が静かに怒った。だったらお帰りいただけますか。あなたたちはもう赤の他人なんですから、警察呼んで追い出したっていいんですよ。すると元木両親は怯えて黙り込んだ。なあのぞみ、教えてくれよ。どうなってるんだ、保険の支払いは。
私はため息をつかざるを得なかった。あなた、契約の時のこと忘れたの？あなたが絶対に名義は自分がいいって言うから、あなた名義で購入してローンもあなたの名義で組んだんじゃないのよ。保険だって自分で払うしかないでしょ。私の言葉に元木実家の全員が顔面蒼白の状態。元夫は自分の見栄のために自ら損をする選択を取ってしまっていたのだ。まあそもそも私はあの車は欲しいと思っていなかったので、元夫が自分の名義で購入するのが普通だし、支払いができないのも自業自得なのだが。そんな話を詳しく聞くと、どうやら元夫たちは高級車に舞い上がっていて、車の運転が荒くなっていたらしく、ガードレールに突っ込んでしまったらしい。そして正面の部分が思いっきり壊れてしまったんだとか。そういえば元夫たちが乗ってきた車は、私が帰ってきた時は正面がわからないように止めてあったので、ちゃんと見てなかった。つまり元夫たちは支払いを担当していた私に保険について聞きに来たというわけだ。この車はローン会社の所有であるので、すぐに直さなければならないだろうし、保険に入っていないのだから全額自己負担だ。しかもガードレールの弁償代もかかるだろう。高級車の修理費用なんて一体いくらになるのだろうか。相当高そうだ。結局元夫たちは車を返した上に多額の修理代を請求されることになったそうだ。元夫からはその後もやたらと復縁を迫るメールが来ていて、その中には自宅の家賃や光熱費も払えなくなり、義実家に戻ったことも書いてあった。だが今回のことで、運転をしていた元夫は元木両親から相当責められたらしく、現在は気まずくて家にいたくないのに、借金が多いから一人暮らしができないという状況らしい。元夫は今更になって娘に会いたいとしきりに言ってくる。そんなの都合が良すぎるし、絶対に会わせない。私は元夫のメールは無視し続け、もちろん娘と二人で暮らしている新居のことについても教えていない。唯一心配だったのは、娘が元夫がいないことを寂しがらないかという点だったが、思いのほか全く気にしていないようで、のびのびと楽しそうに過ごしている。これからも私は娘との生活を守るために、一生懸命働いていこうと思う。自分の娘よりも自分の親を優先するのはどうかと思いますね。しかも奥さんにローンを支払わせようとしながら、その車を両親にプレゼントするってありえませんね。まあ結果的に元夫たちは自滅してしまったので、ざまあ見ろって感じですが、主さんはこれから娘さんと幸せな日々を送ってくださいね。兄は亡骸の母親をじっと見つめた。最後まで惨めな人生だったな。何言ってんの？だってそうだろう。親父に逃げられて、一人で全部背負って働きまくった結果がこれだ。母ちゃんがここまで大変だったのはあんたのせいでもあるでしょ。父ちゃんが出てったから何？あんたそれでぐれたの？ばっかじゃないの？逃げたら何かなんの？なんか変わんの？私たちで母ちゃんを支えるべきだったんだよ。それをあんたは自分だけが不幸とでも思った？ふざけんじゃないわよ。私たちは母ちゃんがいてくれたんだから幸せだったんだよ。私は望み、現在は仕事をしながら母親を見舞う生活を続けている。というのも、母親は大病を患い余命を宣告されてしまったから、今はただ静かに余生をホスピスのベッドの上で過ごしている。母親は苦労ばかりしてきたように思う。私がまだ幼稚園に通っていた時はごくごく普通の家庭だった。父親もいたし、8歳上の兄マサトも優しくてとてもいいお兄ちゃんだった。だけど私が小学校に上がったその日に、
父親が忽然と姿を消したのだ。飲み屋の女性と一緒にね。まだ小さかった私は突然父親がいなくなったことを悲しんだが、母親は凛としていた。涙一滴こぼさず、次の日にはパート先を見つけてきてすぐに働き出した。今思えば、母親は父親が浮気をしていたことに気がついていたのだと思う。今日から母ちゃんが働きに出るけど、マサトとのぞみが学校から帰ってくるまでには必ずお家にいるようにするから、何にも心配はいらないよ。母親はそう言って、いくつものパートを掛け持ちしてフル回転で働き始めたのだ。そして宣言通り、学校から帰ると母親は笑顔で出迎えてくれる。手作りのお菓子や食事を必ず作ってくれる。母親は私たちが寝静まった頃に夜勤の仕事に出かけていく。それは私が社会人になるまで続いた。母親は懸命に働いて、私と兄に不自由のない環境を用意してくれた。そのおかげで私は大学へ行くこともできたし、希望の職業に就くこともできている。そんな母親には感謝しかないはずなのに、兄は父親が蒸発したことがきっかけで荒れた。当時中学3年生だった兄は学校を休みがちになり、上位をキープしていた成績もどんどん下がっていった。そして兄は高校へ進学することを拒否したのだ。母親は兄と真剣に向き合おうとしていたが、兄がそれを拒否する。何度もそんな場面を見てきた。優しかった兄の豹変がとてもショックだったけど、当時7歳の私にはどうすることもできなかった。そのうち兄は母親が家にいる間は家に寄りつかない。ふらっと帰ってくるのは母親が夜勤へ出かけた後だ。お兄ちゃんお帰り。ああ。母ちゃんがご飯作ってくれてるよ。お前、腹減ってる。大丈夫。あ、そう。兄が母親の作った食事に手をつけることはなかった。そして朝6時、母親が帰ってくる時間なのだが、その前に兄は家を出て行ってしまうのだ。そんな生活が2週間続いたところで、母親が夜勤を休み兄を待ち伏せした時のことだ。2人は大喧嘩となってしまうのだ。兄は家に戻り、普段いないはずの母親がいたことに少しだけ驚いたような顔をした。マサト、あんたいつもどこに行ってるの？どこだっていいだろう。あんたに関係ねえし。関係あるでしょう。親が子供の心配するのは当然のことでしょ。そういうのうぜえから。母親なんてうざくてなんぼよ。ちゃんと家に帰ってきなさい。はあ？なんで帰んなきゃなんねえの？なんで俺だけ？あいつ帰ってこねえじゃん。俺だけ帰れとか理不尽だろ。俺に家へ戻れって言う前にあいつに言えよ。自分の父親をあいつ呼ばわりするもんじゃないよ。は、あんた捨てられたんだろ。何、父親とか言ってんだよ。あんなクズが父親なわけねえだろ。つか、あんたがいるならもういいわ。兄は母親の制止を無視して家を飛び出した。母親は黙って玄関を見つめながら立ち尽くしている。母ちゃん。私が声をかけると、母親はふうとため息をついて振り返る。私に向ける顔は穏やかだった。のぞみの前でお兄ちゃんと喧嘩しちゃってごめんね。お兄ちゃん、反抗期かな。母親は笑っていた。でも、あの後ろ姿はとても苦しそうに見えた。私はそんな兄を反面教師として、勉強に力を入れた。もともと兄のようになりたいなんて思わなかったけど、私まで道をそれたら母親はきっと悲しみに暮れる。そう思えば思うほど、まだ学生だった私は勉強を頑張ることしか頭に浮かばなかった。努力は裏切らない。進学校に入学し、第一志望の大学に受かった時、そんなことを思ったものだ。母親もとても喜んでくれていたけど、
私が頑張れば頑張るほど、母親と兄の関係性はどんどん悪化していった。そして亀裂が決定的となる事件が起こってしまう。その日、久々に帰ってきた兄は、無言で母親の部屋へ入っていった。私はそんな兄の行動が気になり、母親の部屋を覗いた。お兄ちゃん、何してるの？別に。お前は勉強してろ。お兄ちゃん、なんで？兄の手には封筒が握られている。それ、母ちゃんのお金でしょ。タンスに戻しなよ。うるせえな。あいつが稼いだ金なら、俺だって使う権利あんだろ。お前は学費払ってもらってんだろ。俺も必要な金を持ってくだけだ。お兄ちゃん、兄はお金を持ったまま家を出て行ってしまった。私は帰宅した母親にすぐにそのことを伝えた。しかし母親はそっかというだけで、またタンスにお金をしまったのだ。その後、兄は何度となくお金を持ち出したが、母親はその都度お金をタンスにしまっていた。私は兄が母親のお金を搾取した時点で、もう優しかった兄はいないと思った。そして私は兄のことを軽蔑し、それからというもの、私と兄が関わりを持つことはなくなったのだ。だから社会人となった今でも兄との関わりはない。どこで何をしているのかも知らないし、兄の連絡先も知らない。そんな中、母親がホスピスで過ごすようになり、私は一人で実家で暮らしている。もう兄とは10年近く言葉を交わしていなかったが、母親の状況を全く知らない兄が数年ぶりに私の前に現れた。兄は帰ってくるなり何も言わずに母親の部屋に入る。またお金を探しているのだろう。お金ならないよ。は、あいつは？あいつなんて人、知らないけど。いいからどこだよ。ホスピスだよ。え。私が母親の状態を話すと兄は固まっていた。どこのホスピス？教えるわけないでしょ。どうせお金せびりに行くんでしょ。お前に関係ねえだろ。私が頑なに口をつぐむと兄は家を出て行った。私は少しだけ期待していた。ずっと会っていなかった兄だけど、時を経て昔の優しかった兄の片鱗が見れればいいなと思った。だけど兄はやさぐれたままだ。いい年して母親にたかるなど絶対に許せない。しかし後日、兄は母親の居場所を突き止め、ホスピスに顔を出したのだ。しかも居場所を教えたのは母親だった。そのことに心底腹が立ったが、兄だって母親の大切な子供だ。命があるうちに会いたかったのだろうと、母親の気持ちをおもんぱかり責めることはしなかった。お兄ちゃん、またお金せびりに来たの？お金は渡してないわ。ふーん、絶対に嘘だ。母親は私に言えないだけだ。それを知ったら私が怒り出すと思っているんだろうね。それから私と兄が顔を合わせることはなかったが、兄は母親のもとを訪ねているようだった。のぞみ、今までありがとう。3日ぶりに母親を訪ねると最後を察したかのように言った。私は母ちゃんの子供で幸せだよ。ありがとう。そしてその日の未明に母親はこの世を去った。母親は幸せだったのだろうか。苦労ばかりの人生だったのではないのか。母親はいつも笑っていたが真相はわからない。でも最後の言葉は母親らしいなって思った。今までごめんね、ではなく母親はありがとう、と言った。ごめんねと言われたら、私の人生は惨めなものになる。最後までポジティブだった母親にまた心を救ってもらったような気がする。少し遅れて駆けつけた兄は走ってきたのか、息が荒い。ホスピスの職員が兄にも連絡を入れたようだ。
兄は亡骸の母親をじっと見つめた。最後まで惨めな人生だったな。何言ってんの。だってそうだろう。親父に逃げられて一人で全部背負って働きまくった結果がこれだ。母ちゃんがここまで大変だったのはあんたのせいでもあるでしょ。父ちゃんが出てったから何。あんたそれでぐれたの。バカじゃないの。逃げたら何かなんの。なんか変わんの。私たちで母ちゃんを支えるべきだったんだよ。それをあんたは自分だけが不幸とでも思った。ふざけんじゃないわよ。私たちは母ちゃんがいてくれたんだから幸せだったんだよ。どうしてそれに気がつけないの。どうして母ちゃんを支えてあげようって思えなかったの。お前に何がわかんだよ。俺だってな。お兄ちゃんの気持ちなんてわかんないよ。あんたが母ちゃんにひどいことをしたって事実が目の前にあるだけ。私が一方的に兄を責め立てる形となったが、看護師たちに止められ私と兄は引き離された。私は興奮冷めやらなかったが、看護師のお母さんの目の前でやめてあげて、の一言で冷静を取り戻す。その後、兄は母親の葬儀を喪主として執り行う旨を私に伝えた。私はそれにも腹が立ったが努めて冷静に話をした。喪主をするのはいいよ。やりたいって言うならすればいい。だけど施主は。は。お金を払うのは誰かって聞いてんの。あんたお金ないでしょ。学ぶことをしなかった結果だね。そんなこともわからないんだ。我ながらひどいことを言ってしまったという頭はあった。だけど過去のことを思うと私の口は止まらなかった。俺が何とかするからいい。あ、そう。じゃあ、勝手にすれば。後日、葬儀の日を迎えたのだが、私はその準備には関与しなかった。兄がやると言うなら、それでいいと思ったから。本来は長男がやるべきことだと思ったしね。しかし兄は葬儀の日、時間ギリギリになっても姿を見せなかった。やっぱりなという感情が湧き上がる。そして兄は生前の母親から聞いたのか私に電話をかけてきた。俺、行かないから。そんなことだろうと思ったわ。あんたになんて鼻から期待してないし。金はちゃんと振り込んでおけよ。は。あいつの金だよ。ほんと、どこまでも腐ってるね。これまで我慢してきたものが溢れ出し涙が頬を伝った。あんたはほんと救いようがないね。いいよ。振り込んでおくよ。母ちゃんのお金は全部あんたにあげる。それで私とあんたの縁も切れるから。最後くらい、昔のお兄ちゃんの、優しかったお兄ちゃんの姿が見れるって思った私がバカだった。もうあんたは私のお兄ちゃんじゃないから。バイバイ。兄は何も言わなかった。私はあんな人でも諦めきれなかった。ひどいことを散々してきた兄だったけど、私は優しかった頃の兄が忘れられなかった。でも、もう兄は戻らない。あのまま何をしてるのかもわからない、堕落した人生を歩むのだろう。私は涙を拭い母親の葬儀を執り行った。そして母親が亡くなって1ヶ月が経ち、まだまだ寂しさからは抜け出せないが、生活は日常を取り戻し始めている。朝起きて会社へ向かう。そして帰宅して一人、実家で過ごす。そんな日々だ。私は月命日に母親のお墓参りへ行った。すると母親の墓石の前に兄が立っていた。何？お墓にまでお金せびりに来たの？あの金ならもうない。は、ほんとクズだね。今日はこの後、お前のとこに寄るつもりだった。あんたを家に入れるわけないでしょ。あんたはもう他人だから。うん、
それでいい。もうお前に会うこともない。お前は強い子だったよ。俺は親父がいなくなったあの生活から逃げたんだ。どうしようもないやつだって自分でも分かってんだ。だからお前の前から消える。やっとここから抜け出せそうだよ。母ちゃんの金のおかげだ。兄の様子がどこかおかしい。お兄ちゃん、俺はもうお前とは他人だから、俺とお前は関係ない。じゃあ元気でな。兄は一度も振り向かず去っていった。しかし翌日、私と兄は警察署で再会を果たすのだ。兄は私を見つけるといきなり怒鳴りつけた。お前とは縁を切ったはずだ。のこのこ出てくんじゃねえよ。お兄ちゃん、なんでこんなことしたの？あいつだけのうのうと生きてるなんて許せねえだろ。親父のせいで母ちゃんは苦労したんだ。だったらこんな形じゃなくて、お兄ちゃんと私で母ちゃんを支えればよかったでしょ。あいつは母ちゃんが死んだことも知らずに笑って生活してた。あいつな、俺らのこと覚えてなかったよ。忘れてたんだ。忘れて楽しそうに暮らしてた。それがどうしても許せなかった。後から知った事実ではあるが、兄はこれまで父親を探し続けていた。そして母親の遺産が入ったことで、興信所にも調査を依頼した。父親をようやく見つけた兄は父親に暴行を働き、暴行罪で逮捕されたのだ。父親は被害届を取り下げず、兄は裁判にかけられた。そして実刑を食らったのだ。判決を下された時の兄はとても穏やかな顔をしていた。傍聴席にいた私に笑顔を向けた。その顔は昔の優しい兄の姿だった。1年半の刑期を終えた兄の身元引受人となった私は、その日兄を迎えに行った。しかし兄は何も語らず歩き出す。お兄ちゃん、もう俺に構うな。お前にはお前の人生がある。何かっこつけてんの？行くと来ないんでしょ。実家に戻れば。あそこはお兄ちゃんの家でもあるでしょ。ごめん、今まで本当にごめん。どうしてもあの生活を受け入れることができなかった。うん、本当迷惑かけられた。お兄ちゃんなんかいなくなればいいって思った。でもお兄ちゃんにはお兄ちゃんの思いがあったんだってことだけは分かった。だからもういいよ、帰ってきなよ。ごめん。ありがとうって言って。ありがとう。それから兄は兄を弁護してくれた弁護士さんの紹介で運送会社に就職し、トラックの運転手として働いている。あれから5年の月日が過ぎている。兄は5年間休むことなく懸命に働いている。そして私はといえば、全てを受け入れてくれた大学時代から交際している彼との結婚が決まった。これ足しにしろ。半年ぶりに会った兄は忙しい合間を縫って実家へやってきた。何これ？お前結婚するんだろ？そのおめでとう。え？テーブルに置かれた分厚い封筒に手を伸ばし、中身を確認した。はあ、これ300万。怪しいお金じゃないから安心しろ。俺がちゃんと働いた金だから。受け取れない。もし母ちゃんが生きてたらこうしたと思うんだ。だから生活の足しにしろ。ありがとう。お兄ちゃんは誰かいい人いないの？お前に心配されることじゃない。俺はモテるからな。あっそう。兄はきっともう大丈夫だ。母親の一回忌もその後も兄が全てを取りまとめ母親を弔っている。それらにかかる費用も全て兄が支払っている。もちろん私も出すと話をするのだが、兄は頑なだ。それに
私は兄に恋人がいることを知っている。兄には幸せになってもらいたい。兄は人として許されないことをしてしまったが、私はたった一人の妹として兄のすべてを受け入れる覚悟をした。大人になった兄はぶっきらぼうだけど、優しい兄の片鱗を今でもたまに覗かせる。親の離婚でそれぞれ違う道を歩いてきた兄弟だけど、兄が幸せをつかみ取れることを願っている。親が子供に与える影響って大きいですよ。お兄さんはグレてしまいましたが、なんだか気持ちを思うと切ないですね。これからのぞみさんとお兄さんには幸せな未来が待っていることを願っています。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。